プリント基板が欲しい。よく使う回路が常にブレッドボードを占領している。買ってきた部品がブレッドボードに刺さらない。複雑な回路をユニバーサル基板で作ったら動かなくて絶望した。そんな経験ありませんか？プリント基板を使えば一気に解決です。プリント基板とはあらかじめ配線が済ませてある基板のことを言います。複雑な回路を作るときや同じ回路がたくさん必要なときに製作します。今回はそんなプリント基板製作の大まかな流れを見ていきましょう。ところでプリント基板って個人で作れるの？お金かかるんじゃないの？と思った方もいることでしょう。心配いりません。プリント基板は家でも作ることができますし、最近は格安のプリント基板製作サービスも充実しています。プリント基板を製作するにはまず回路を考えます。ここまではユニバーサル基板と同じですが、ここからが違います。プリント基板を製作するには基板製作用の CAD ソフトを使って基板を設計します。 CAD ソフトでは回路図を作成します。これによってどの部品がどのように接続されているのかをコンピュータが認識できるようになります。続いてフットプリントを決定します。フットプリントとは部品をはんだ付けするパッドの部分と部品の外形のことを指します。最後に配線をして完成です。プリント基板を発注するときはガーバーファイルと呼ばれる基板外形や配線、穴の位置を指定するファイルを製造業者に送ります。次回はプリント基板製作を始めるのに必要なソフトをインストールします。よかったら見てください。